鬼です。どうも、生物観察の鬼です。また夜の石垣島でライトトラップしてます。これはね、沖縄コフキコガネですね。沖縄コフキコガネに、うわ、なんかこっちに飛んできた。なんだ、ああカメムシや、カメムシ。あ、沖縄コフキコガネ、こんなところに持ちとった。またおったフクロウ、かわいいな。やば、うわ、手が痛そう。痛い。やばい。コフキコガネ今日も大量やだ。今日も大量。佃煮ができそう。確かに。あ、くすぐったい。あー、うわー、やばー、うわーやば。あー、でもこれ沖縄コフキですからね。普通のコフキじゃなくて沖縄コフキコガネですよ、うん、これはちょっと格が高いっすよ。これはちょっとレアリティ高いやつ。ちょっとね、うん、なんかこいつ色濃いな。あ、色濃いだ。結構毛がもうハゲてしまっとる。あ、ハゲとる、ハゲとんだわ。ハゲとる。あー、やばー、いっぱい来たね今日も。いいっすね。いいね。いや、楽しいよ。楽しいね。コガネムシで手を洗う感じ。痛そう。痛い。あー、隙間から出てきとる。あ、危ない。痛い。やばい、漏れ出てくるもん。ほら、うわ、ほら、無理って出てくる、無理って。うわ、やばい。うわー、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 飛んでく。うわー、これ、フクロウに食われた残りでこれですからね。そう、フクロウに食われてこれやから、やばいな。どんだけいいんだよ。どんだけおんだ、やべえぞ。なんかボーンって大きな音したんで、何事かと思ったらね、サイカブトが飛んできてました。台湾カブトムシってやつですね。台湾カブト、ほら、これ山の中なんでね、いるとは思ってなかったんですけどね。なんかサトウキビ畑にいるイメージなんで、山の中にはいないだろうなって思ってたんですけども、なんか飛んできました。台湾カブトムシ、やばいね、この角。ほら、これカブトムシっすよ。なんかサイみたいですよね、本当に。角危ないよ、この角。お、痛い、角が痛い、痛い。角痛いっすから、これ。危ない。この角、ちょんちょんやで、これ。こんなん刺されたらめっちゃ痛い。で、これ握るとね、やっぱ痛いんですよ。この足がね、めっちゃトゲトゲしてて、このトゲトゲが痛いんですよ。痛い、めっちゃ痛い。皆さん、こういうね、台湾カブトムシ、捕まえてもね、握るのはやめときましょうね。こう足のトゲトゲがめっちゃ痛いんで、握るとね、トゲトゲ痛いんでね、気をつけてください。あ、やばいね。これは美味しくなさそうだな。カブトムシってあんま美味しくないらしいんやよな。まあ、サトウキビ畑にいるとは言っても多分美味しくないと思いますので、まあ、食べないでおきましょうか、これは。ほほ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 ほ。